長良川鉄道長良2系気動車は、1994年に1両が製造された長良川鉄道の気動車である。長良200型と表記されることもある。1986年12月に国鉄越美南線を第3セクター鉄道に転換して開業した長良川鉄道では配置12両、使用11両の体制で運用を続けてきたが、開業後約10年を経て車両の老朽化による保守時間の増大、踏切が多い路線形態による踏切事故による急車などが発生し、予備車1両では運用に支障をきたす恐れがあり、予備車確保のため1994年12月に全面貫通、両運転台、トイレなし、セミクロスシートの長良2系1両が富士重工業で製造された。富海駅に停車する長良201こちら側の側面は一番手前の窓の幅が狭い開業時から使用されていた長良1型は富士重工業製のレールバス LE カー2をベースとしていた。LE カー2では製造コスト低減のためバス用の部品を多用していたが、モノコック構造のバスが製造されなくなったことから、鉄道車両の構造を持つ LEDC と呼ばれる、やや大型の車両に移行しており、長良2型も LEDC の派生型と位置づけられる。車体長は 16,000mm。乗務員室は左隅で、乗務員室がある部分のみ乗務員扉が設けられた。客用扉の引き戸が片側2カ所、両車端に設けられた。扉間に、上段固定、下段上昇の窓6組が設置されたが、北濃向きを向いて、右側面の北濃方運転台寄りの1枚は、窓幅が狭い。車体外部は、沿線市町村の一般公募で選ばれた長良川の、四季をテーマにしたものになった。車内はセミクロスシートでトイレは設置されなかった。北濃方を向いて、右側は2人掛け、左側は4人掛けで、各3組が設けられ、車椅子スペースも設置された。FU34 系台車写真は、信楽高原鉄道、SCAR310 系の FU34、KD エンジンは、日産ディーゼル製。ポリエチレン 6HT03A ディーゼルエンジンを1機搭載、動力は、SCAR0.91 倍と液体変速機を介して、台車に伝達される。1速から2速へは、自動で変速される。そもそも速用として、機関ブレーキと排気ブレーキを備える。前くらい、速台車は二軸駆動の同台車 FU34DD、後くらい側は、付随台車 FU34DT で、いずれも枕バネが上、枕式の空気バネ、軸箱支持は、軸バネ式である。制動装置は、SME 三管式直通ブレーキが採用された。暖房装置は、エンジン排熱を利用した、温風式である。能力 27.6kW の IBCU-50 が1機搭載された。後年は、貫通ホロが取り外されていた長良川鉄道開業後、約10年を経て、車両の老朽化による、保守時間の増大、踏切が多い路線形態による踏切事故による、急車などが発生し、予備車1両では、運用に支障をきたす恐れがあることから、長良2系1両が製造された。1995年1月1日から運用を開始し、長良川鉄道で、初めてのセミクロスシート車であることから、イベント列車に優先的に使用された。諸般の事情のため、さよなら運転は行われず2019年に引退している。ありがとうございます。